じゃあ、召喚ができるところまで。そっか。で。だ。でも60もいけ。で、できる。ハープーン。こんにちは、皆さんお帰り。おう。今までの評判でも、だね。何もしてないけど。はい、ヘッダー、久しぶり。探索もまあ、あまりやってない。あ、今年また討伐検証やり直すか。やってもいいな。後でやりましょう。まずは、キャッチテールに行きましょう。自制召喚、スクロースちゃん。あなたに会いに行くよ。キャッチテールってどこだっけ？ここだっけ？ここがリル。あれ？あ、アロー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 。素敵。猫ちゃんの形になってる。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイモン。珍しいわね。それと、錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッチテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただ、ある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回、七星召喚のために来たの。はい。七星召喚のことだったのね。今、ちょうどその話をしてたところよ。最近、七星召喚を目当てにキャッチテールへ来る人が増えてるの、うん、いいね。だから、そういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。うん、僕が翻訳しよう。リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。ああ、マーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにすると、リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。支配者ない無事というか、何でしょう。ジョインよ、属性の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。
何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。凡人の君たちには理解できないのも無理はない。実はキャッチテールで信仰宗教が流行って心が通じ合うんだ。その一端になっているのがカードゲームとかだったりした怖いな。七星召喚についてならジョインに、いやリトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない、故に断らせてもらおうとリトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろう。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。おりたん、リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。わお。何？言っとくけど私今忙しいから。最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって。なんでわからないのかな。でも、ゲームもお酒もほどほどが大事なのに全くわかってないんや。なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど、ほら、ちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して、二人のお客さんに七星召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ。やだもう。それはカフェ or kind of place restaurant。だらしないおじさんが酒場で七星召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの。そしたらお店のお酒がますます売れて、モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも、当面の急務は七星召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り。リオナさん、七星召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちも熱く食べれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事ジョインに任せたわよ。わかった。うん、それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。This looks our tea lounge. Hi, Diana. Ciao. さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？対戦に使える基本デッキのことだけど、その顔、ちょっと、まさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？そうそう、お試しデッキ。早くお試しデッキを出してくれよ。そんなものないんや。ないんだ。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないんや。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし、
受け取りにも来てないから。でも、もしかしたらわざと置いてったのかも。ああ、持ってたのはお客さんが取りに来た時にいつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？早速今からルールの勉強をする？ルールの勉強は、よし、じゃあ始めるよ。はい。キャラカードと攻撃方法。ふふん、すごいの覚えます。知性召喚の世界へようこそ。簡単に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを一人選ぶ必要があるの。行こうか。まず毎ラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。これを使って行動するの。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズに入るよ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。よく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ。え？ああ、3つここに書いてあるのが3つなんだね。選択して3つで攻撃と。なるほどね。悪くないね。で、これで攻撃アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから今度は相手が行動することになるよ。そして相手の行動が終わったらまたこっちが攻撃する番。万能元素サイコロ。ほら、これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。なるほどね。買い物のマーク。これを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。よくやったにゃ。これで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ。覚えてる？勝利条件は全ての敵を倒すことなの。もうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい。仕方ない。ここはラウンド終了をするにゃ。これはまだ1ラウンド目だ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるの、はい、そして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんだ。あくまで今からガイアさんに変えるとかはできないんだね。エンドフェイス。さあ、新しいラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。十分な元素力があって初めていろんなことができるからね。バラバラだ。うわー、運が悪すぎじゃにゃい。そうだね。これじゃディルックのスキルが使えないよ。でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択してそれをすべてリロールできるの。強制でアホの以外全部だ。あ、すいません。選択します。はい。
クションフェーズの開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこっか。スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。うん、チャージポイント。リルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。なるほどね。でもチャージ完了まであと1ポイント足りないみたいだね。こういう時は通常攻撃を使ってみて。うん、リルックの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要なの。つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。うん、 friend is a glad thank you, Ruho. Have a nice day. チャオチャオ、またね、来てくれてありがとう。Thank you for coming. Bye. 綺麗でボタンを持ちます。これで2ダメージだ。これはどこで分かる。 Bye. Thank you. Ciao. これでチャージが3ポイント貯まったね。うん、それに必要な炎元素サイコロもあるよ。うんうんうん。早速高威力の元素爆発を発動してみよう。オッケー。これだ。ウルトだ。レッツゴー。炎4つもいるんだ。強いね。火炎よ。燃やす。難しそう、このゲーム。正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチームを組む必要があるの。うん、そこで登場するのが2枚目のキャラカード、ガイアニャ。ガイアの各アクションには氷元素サイコロがたくさん必要だったにゃ。色あるね。これだけだもんね。 Thanks for the... Oh, nice. You got her. That's good. Enjoy Genshin Impact. 氷元素ダメージを与えた後、氷元素付着が発生するの。これ。よし、敵に氷元素を付着できたね。あ、ついでに元素反応も学んでみよう。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。一つのキャラに特定の元素の組み合わせを付着させると元素反応が起こるにゃ。今、うん、相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで炎元素のスキルを使うの。でも出撃キャラを切り替える必要があるね。あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、それ以外は待機キャラになるんだ。通常使用できるスキルは出撃キャラのスキルのみだよ。うん、うーん、
待機キャラのスキルを使うにはまずそのキャラを出撃キャラに切り替えないとだね。例えば今の状況でリルクのスキルを使うには彼を出撃キャラに変更しなきゃいけないの。任意の元素サイコロを使うことで待機、やっぱそうだよね。行こうか。ここぐらいに使うかなって思った。スキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が行動する番になるんだ。なんかね、一旦攻撃ができないってことね。大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。だから敵はディルックを攻撃するしかなかったみたいだね。さあ、今はディルックが出撃キャラだよ。氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると元素反応、妖怪を起こせるの。そう簡単に勉強できた。妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス2されるにゃ。3足す2ね。これで一気に大ダメージを与えられるよ。はい、Let's go。